クモンのさ息子をクモンに行かせてるんだけどクモンでさこの足す1っていうのを教えるのをどうやって教えるかっていうと最初にさこの1 2 3 4 5 6七8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4っていう並べを覚えてで足す1っていうのはそれを1個ずらすことだというふうに教えるわけね足す2っていうのは2個ずらすことだよ たっさんっていうのは3個ずらすことだよみたいな感じで教えていって、なんかそれでいいのかなみたいな、ちょっと不安になるんだけど、それでまあいいのかと思ってね、ちょうどピアノの氷理っていうなんか、その自然数に関する数学の氷理があるんですけど、それもね、その、どの自然数にも後に自然数があるみたいなそういう感じで、もしかしてそれが意識されてんのかなっていうふうに思ったんですけれども、ただね、小数点とかになるとね、その、たすっていうのがその、 その間に0.1たす0.1っていうよりも0.01たす0.01みたいな風にして、どんどん、続いていくから、その、それの形式だと対応できないのかなとか、ま、でその時点では筆算とかやってるから対応できるのかなとかね、思ったりして、ちょっと足し算についてね、いろいろ考えたりする機会になって面白いなって思っております。本番は息子さん何歳ですかえっと、4歳になりました。こんな感じですね <laughs>。はい。